今回はお体を全体的に行っていきます。今触られたくないとことか嫌な感じありますかね。いや、ないですね。大丈夫ですか？あ、筋肉痛になってるなって思いますけど。ふくらはぎですか？はい、ふくらはぎです。痛くないですかね。はい、きつくないですか？はい、はい、外爪張ってますね。ママって、わあ、
んかももも、いつもより張ってますね。なんかね、ちょっと今週しんどかったんで。はい。なんか歩く機会とか多かったんですか？いや、多分仕事だと思うんですけど。今は痛くないですかね。痛くないですね、はい、痛くないというかマッサージされて、ちょうど凝ってるわって感じがします。はい、ちょっと痛いですかね。あ、ちょっとピキピキしますね。あ、響きますね。はい。はい。きつすぎる感じですか。あ、でも痛気持ちいいですね。はい、我慢して受けてたいぐらいです。いやー、すごい硬いですね。右と左でまたやっぱちょっと違いが結構ありますね。一生懸命やってくれてるからいいとするか。ちょっとだけまみちゃんね。痛いですね。はい、痛いです。やっぱ結構あれですね。右が高くて左下がってますね。ねじれてると。いいですね。
上きついですかね。つらかったら言ってくださいね。はい、はい、大丈夫そうですか。そうですね、我慢できる範囲、はいはい、ちょっとやっぱ緊張ありますね。そうですね、ちょっと、痛かったですか。いやいや大丈夫ですか、うん、はい大丈夫です。怖さあります。はい、怖さありますか。怖さ、あ、はい、怖さですか、はい、まだそこまでないですね、はい、はい、なんかでも腰の方はいつもよりは逆に思ったより悪くない、そうな気がしますね。張り強いなっていう感じはあるんですけど、うん、まあでもこっちですね、横の方がひどいですね。そこはちょっと怖さを少し感じますね。そうなんですね、前は結構このこっちの背中側の方だったんですよね、はい、今脇の方が、脇腹の方が硬さ強いですね。そうですか、ちょっとやっぱ使い方が違ったんですね、きっと足も今までにない張りありましたし、うん、体の使い方が違うってことですか、いつもと。うん、違ったんじゃないですかね。無意識にそういうとこ、でも右はそうでもないですね、左側の方がよりひどかったですね。あ、やっぱこう右手で作業が多いから、はい、こう右にちょっと傾けて左側伸びる感じなんじゃないですか。あ、そうかもしれませんね、うん、マミちゃんもありがとう。上手上手。あ、そのあたりなんですよね。うん、でも右はまだマシだと思うんですよ、はい。左側の方が危ない感じが。しましたね。怖さはありますね。張りが左の方が俄然強いです。右でも十分張ってるんですけど。はい。うわー。
ここ結構痛いですね。怖いんですね。はあ、でも右の方がまだマシなんですけどね。それで怖いとなると。痛くはないけど気持ちがいいと痛いの間です。あ、痛い。あ、緩んできましたよね。来てるし、指の方までビリビリって来てます、ずっと。そうですね。まあ、だからここがすごい凝った状態になると、この辺とか指までしびれがずっと出ちゃう状態になることがあります。やめるとしびれないですよね。はい、はい、より緩んでますよね。はい、はい、ちょっとまだ気持ち悪い感じ、怖い感じ、まあしますね。痛い。嫌な感じですか。いやー、ここほぐれないとって感じですよね。そうですね、わかります。なんか体がわかりました。ほぐれてきてるんですよ。はい、ね、左側すごいですね。すごいですね。危ないですね、これ。危ないですか。危ないですね。痛いんじゃないですか。痛いですね。気づいてなかったですけど痛いです。これはちょっと まずいレベルで硬いですね。本当ですか。うん、何がどうしちゃったんだろう。まあ、やっぱりやりすぎじゃないですか。
腰に負担かけすぎ。だから普通にこう上体立ててるだけでも大変なんですけど、そこにさらに持ち上げるとか、動かすとかっていうので負荷がかかればかかるだけなおさら硬くなっていきます、ないですよね。右に比べて痛くないですよね。ないですけど痛い。やっぱ痛いは痛いか。はい。ああ。怖さはないですよね。怖さはない。あ、いた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 。今のはちょっとなんか入んないですね。怖いですか？いや、怖くはない。でもきつい感じがありますか？大丈夫ですか？はい。こぐ崩れたんでしょうね。あ、そうですか。